この前、京テスが高速ペン読みについて質問したもので追加質問です。初見のものではなく、京テス学はペンを高速で動かしながら一つ一つ実際に読んでいるんでしょうか？いいえ、読んでいるとしたら僕で言えばおはようございます程度の文章なら横にビャッと目を動かしても視認理解ともにギリ耐えるような感覚でしょうか？以前、京テス学解いてる時にバーって本当に読んでますか？みたいな。で、僕が言ったのは、いや、初見の例えば公認会計士の勉強とかはそんなことはできなくて、まあ、ある程度、2次関数ね。じゃあ2次関数の、最大最小。OK、最大最小ってことは、その関数とその範囲とっていうのが分かればいいよね。みたいな、こう必要な情報が頭の中でパパパッと、こう、なんていうか、整理されるから、全部読む必要がないっていう。この情報欲しいなって言ってパッと見たときに、この情報ここにある。あと、あの情報も欲しいよな。ここにある。みたいな感じで、パッパッパってつまみながら、もう型、なんていうか、もうその時点で解法が思いついてるんですよ。だって、あの情報が欲しいなって思ってる時点で、あの情報をどう使うかまでもう体に染みついてるので、まあ、すぐ、ね、その情報も引き抜きつつ、じゃあその情報をこう解くっていうのもセットで全部道筋が見えてますっていう、まあ、そういう話をしたんですけど、一つ一つ実際に読んでいるわけじゃないです。っていうことですね。前その話したと思ったらしてなかったんですね。で、この質問に僕は今答えたという感じですかもしれないです。はい、そう。だから、あの情報が欲しいなって言ってパッと見た時に、こう、つまみ食いでできるみたいな。まあ、公認会計士の受験生ならわかると思うんですけどって言いかけたんですけど、それはちょっとニッチすぎたのでやめます。連結の問題とか。最初たくさん資料が与えられて、こんなん一個一個目通すの大変だよと思っても、慣れればすぐなんか、ここの部分の情報ないかなって見て、パパパってなんか必要な情報だけ見れるじゃないですか、みたいな感覚なんですけど、まあちょっとわからないですね。まあそういうことです。源先生、お疲れ様です。お疲れ様です。今日もありがとうございます。こちらこそ、他の方の動画ではセンター数学20分で全問正解することはすごいことと知りました。やっぱり神です。もっと導き方が知りたいです。試験に対して時間が足りないです。これは、まあ、なんだろうな。早く解くって、解ける、考えたら解けるの先で、その考えなくても解けるっていうところまで行くと、早くなるんですよね。そのこの問題、こういうものってこういうパターンがあって、どれを使うんだろうみたいに考えて、あとは与えられた問題文からどういう条件を使っていくんだろうっていうことを考えるのがまあ普通っていうか、それで全然いいんですけど、まあ僕自身結構問題を作ったりもするので、何て言うんだろうな。こういう情報、こういう流れだから、こういう、単元だから、こういう情報が必要だよねっていうところを、から逆算して、情報を拾いに行くみたいな。早押しとかって、クイズの早押しってあるじゃないですか。最初の冒頭3文字聞いただけで、これ決まり字として、その先が見えるみたいな。それと同じなんですよ。この単元っていう決まり字で、ってことは次はこういう情報が欲しいなっていうので、間の情報を抜かし、もうさらっと、なんて言うんだろう、しっかりと理解せずともさーっと目通して、この情報、この情報、この情報、ピッピッピッ、こうつなげるよねっていうのが、考えずともなんか肌感覚でわかるっていうところがいいのかなと。あとはまあ計算が人より早いからっていうのはあると思いますね。まあ計算力ってすごく大事なんですよ、結局ね。応用問題は特にあたっても、応用問題って頭の中で、これして、これして、あれすれば解けるなっていう道筋をいかに見つけられるかっていうところが勝負なわけなんですけど、これして、これしての過程で、簡単な計算するんですよ。これしたら、値が3になるってことは、こことここの長さが等しいんだっていうのが頭の中で見えるわけですよね。それってその過程で計算が必要なわけで、その計算するときに、ここが3で、ここがその何倍だから9、何になって、で、ここの部分が比でこうなって、ってことはこことここの部分が長さ等しくて、とか、そういうことをしていく中で、頭の中でちょちょいっと、ちょっとだけ計算して、まあメモリに残しておく。で、そこが何かしらの引っかかりを見つけられるようにするとか、
そういうと意味で、まあ、応用問題を解けるようにするためには計算力も結構大事にはなってくるので、まあ、和夫さんがに限らずなんですけど、まあ、中学生とかね、特に中学1、2年生とかの方ってなんか方程式とかやるじゃないですか。で、方程式って時間かけりゃ解けるんですよ。ね。かける割るとかだったらゆっくり移行して、足し算引き算、ああ移行して、で、順番に移行して、みたいな。うわ、理屈は分かった。じゃあこれゆっくりやればできんなって思うじゃないですか。それで解けるんですけど、そういう方程式ってもうめちゃくちゃもう無限に解くんで、あとはスピードが大事になってくるんですよ。だから、ああ、理屈は理解した。じゃあもういいや、じゃなくて、ある程度ちゃんと鍛錬積んで、スピードを求める、スピードを意識するようにした方が後々楽かなと僕は思いますっていう感じです。はい、そんな感じでした。ちょっと、まとまりのない話になってしまいましたが。以上、お疲れ様です。